ホース州カーブはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ブレアグンローガン区にあるノーフォークサザン鉄道ピッツバーグ線上にある全長3485フィートの曲線区間の通称である。直径はほぼ1300フィートあり、勾配はほぼ20パーミルである。アルトゥーナからの西行き列車は0.66マイルの区間でほぼ60フィート上り、その間にほぼ220度向きを変える。 このカーブは距離を稼いでアレゲーニー山脈の頂上へ至る勾配を緩和するために1854年にペンシルバニア鉄道により開通した。当時アレゲーニー山脈には大型車両が唯一通過可能であるも所要時間を長く要したアレゲーニーポーテージ鉄道の代替手段として建設された。開通以来この地域の重要な交通基盤の一つともなっており、 ペンシルバニア鉄道の後継となるペンセントラル鉄道コンベールを経てノーフォークサザン鉄道に継承された。第二次世界大戦ではナチスドイツが1942年にパストリアス作戦の目標の一つとした。その開通以来ホース州カーブは観光名所ともなっている。1879年に訪問者用の 展望公園が線路脇に設置され、1990年代には公園内にビジターセンターが建設された。ビジターセンターはアルトゥーナの鉄道院記念博物館に属しており、カーブに関連する展示物がある。1966年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に追加され、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。また2004年には、 歴史的土木建造物にも指定されている。ホース州カーブ周辺の地形図ホース州カーブは、ノンホークサザン鉄道のペンシルベニア州ピッツバーグと、ハリスバーグの間のピッツバーグディビジョンにおいて、主な東西方向の経路である、ピッツバーグ線にある、全長3485フィートの区間である。アルトゥーナからの西行き列車は、最大18.5パーミルの勾配を、 アレゲーニー山脈の頂上にあるガリチンまで12マイルに渡って登っていく。そこから列車はガリチントンネルを抜けて25マイルに渡って最大10.5パーミルの勾配を下ってジョンズタウンへ至る。曲線はアルトゥーナの西5マイルのブレア群道岩区鉄道の距離表242マイル地点にある。ブレア群ベテランズメモリアルハイウェイがこの谷を アルトゥーナから並行して走り、曲線の下をトンネルで抜けている。カーブ内側の東に開けた部分にはダムと池があり、この谷に沿って3つある貯水池で最も高い場所に位置している。この貯水池はアルトゥーナ水道当局の所有で市に水を供給している。ホース州カーブはクリークが形成した2本の渓谷を渡っており、北側に切ったニングラン。 南にグレンホワイトランがある。ホースシューカーブの線路は100フィートごとに9度15分向きを変え、全体として220度の角をなしている。一番大きなところで曲線の差し渡しは約1300フィートある。南の橋で標高1650フィートから北の橋で標高1594フィートまで17.3パーミルの勾配で下っている。 1>, 1ヤードあたり140ポンドの連続溶接ロングレールによる3本の線路が敷かれている。蒸気機関車の時代は設置したレールの左右を時折入れ替え、機関車や貨車の通過で車輪のフランジによるレールの摩耗を偏らせず均等になるよう延命を図っていた。この作業はディーゼル化、発電ブレーキの導入、レール潤滑機の導入により、1834年に ペンシルベニア州はフィラデルフィアとピッツバーグを結ぶ輸送路を構築するメインラインオブパブリックワークスの一環としてアレゲーニー山脈を越えるアレゲーニーポーテッジ鉄道を建設した。このポーテッジ鉄道は運河とインクラインが断続的に続いており19世紀半ばまで使用されていた。ペンシルバニア鉄道は1847年に設立され、 このポーテッジ鉄道のアイロを解消する鉄道をハリスバーグとピッツバーグの間に建設することになった。カーブを行く列車の立体仕様、写真、1907年頃建設数年前の測量により、州の技術者はルイストンから西へオネスジに沿って84マイルの路線全体にわたって最大勾配を8.52パーミルに抑える経路を推奨した。しかし、 ペンシルバニア鉄道の主任技術者のジョン・エドガー・トムソンは、ルイストンからジュニアタ側に沿ってより低く平坦な地形を通り、アルトゥーナの西に9.8マイルだけ急勾配を設ける路線を選んだ。アルトゥーナの西の谷は山に分け入る日本の渓谷に分かれていることが判明していた。すでに、ガリチンから東へ行われた測量では適切な勾配に抑えた経路を、 反対側の谷に決定していた。この谷を橋で横断すると勾配は43.7パーミルとなり、大多数の列車にとって非常に急な勾配となる。この地点間はカーブで迂回し距離を稼ぐことで勾配を低減し、技術者は上り勾配の途中でキッタニングランによって形成された渓谷に盛り土を行い、渓谷の間の山を切り崩し、グレンホワイトランが形成する2番目の渓谷に、 森土を行った。ホース州カーブの建設は1850年に着工し3年の期間を経て完成した。建設では建設機械の類を一切使用せず、ツルハ橋やシャベルによる人力と馬や反りだけが用いられた。ホース州カーブを含む全区間は1854年2月15日にアルトゥーナから ジョンズタウンまでの31.1マイルの建設費は249万5000ドルで1マイル当たり8万225ドルであった。カーブの内側に残された山は1879年に切り崩し公園と展望場所が建設された。これは初めて列車展望用に設置されたものである。鉄道の輸送需要増加と輸送量限界の解消に対応するため参戦か。 複々線化も行われ、1898年に3本目の、その2年後に4番目の線路が増設された。1860年代頃から第二次、世界大戦直前まで、ホース州カーブには、キッタニングポイント駅が置かれていた。20世紀初頭には、キッタニングラン鉄道とグレンホワイト石炭、木材会社所有の鉄道の2本の支線が、ホース州カーブにおいて本線に接続し、 それぞれその名前の警告に沿って近くの炭鉱へと通じていた。ペンシルバニア鉄道が空の石炭車をキッタニング、ポイント駅へ運び、これらの2車が石炭を積んで送り返した。1900年代初頭には、この駅の向かいの丘側にある側線に球炭台が設けられ、機関車への燃料と水の補給を可能とした。カーブの内側には、アルトゥーナに給水する。 貯水池が1887年に建設され、さらにその下部に2番目の貯水池が1896年に完成した。3番目のアルトゥーナ湖と呼ばれる貯水池は1913年に完成した。1932年にはマカダム舗装された道路がホースシューカーブまで通じて訪問が容易となり、1940年には土産物店が開設されている。 ホースシューカーブはペンシルバニア鉄道にとって主な名所であった。パンフレットやカレンダーといった反則品に加えペンシルバニア鉄道の株券にもこのカーブが描かれていた。1890年代にはペンシルバニア鉄道はホースシューカーブの形式をライバルのニューヨークセントラル鉄道のウォーターレベルルートに対抗させた。1893年のシカゴ万国博覧会では ペンシルバニア鉄道はこのカーブの模型を出展している。ペンシルバニア鉄道の車掌は昼間の旅客列車ではこのホースシューカーブについて旅客に案内を行うように義務付けられており、これはアムトラックになってからも続いた伝統であった。また、ペンシルバニア鉄道は通過する貨物列車が旅客列車からの車掌をできる限り遮らないよう配慮していた。1934年に カーブの外側から撮影したパノラマ写真、遠くにキッタニングポイント駅がある第二次世界大戦中、ホース州カーブは連合国の兵員や物資の輸送に用いられ、武装兵による警備が行われていた。ナチスドイツの諜報機関アップベイアには、アメリカ合衆国における重要な産業目標に対する破壊工作を行うパストリアス作戦という名前の計画があった。 1942年6月、潜水艦により運ばれた4人の男が、ロングアイランドの海岸に上陸した。彼らの任務は、ホース州カーブ、ヘルゲート橋、アルコアのアルミニウム工場、オハイオ川の拷門の破壊であった。この工作員たちは、その一人、ジョージ・ジョン・ダッシュが自首したことで、速やかに連邦捜査局により拘束されてしまった。 ノーフォークサザン鉄道の3本の貨物列車がカーブを行き交う2006年1954年のホース州カーブ開通100周年の祝賀の一環としてシルバニアエレクトリックプロダクツによって6000個の電球と31マイルに及ぶ配線を取り付けてカーブを照らし出し夜景写真が撮られた1957年6月8日ペンシルバニア鉄道の蒸気機関車の主力機で このカーブを日常的に通った k 4 s 型の1361号機がホースシューカーブ内側の公園に保存された。ホースシューカーブは1966年11月13日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に記載され、アメリカ合衆国国定歴史建造物として登録された。同年、展望公園の運営がアルトゥーナの死に移管された。 ペンシルバニア鉄道は1968年にニューヨークセントラル鉄道と合併しペンセントラル鉄道が発足したがこの会社は倒産し1976年に連邦政府により継承されコンレールが発足したホースシューカーブの内側から2番目の線路はコンレールによって1981年に撤去された K4S 型の1361号は 胴体復元のため1985年9月にカーブの内側から搬出され、代わりにコンレールの GPQ の7048号がペンシルバニア鉄道時代の塗装に塗り戻されて設置された。1990年6月からホース州カーブの公園はペンシルベニア州運輸省とアメリカ合衆国国立公園局によるアメリカの産業遺産プロジェクトによる 改修工事が580万ドルの費用で行われた。改修工事は新しいビジターセンターの落成をもって1992年4月に完了した。コンデールが所有していた路線は1999年に CSX トランスポーテーションとノーフォークサザン鉄道で分割され、ホースシューカーブはノーフォークサザン鉄道が買収した。 ホースシューカーブは2004年の150周年に際して、1954年の100周年、祝賀のオマージュとして再び花火と線路に取り付けられた、サーチライトでライトアップされた。2004年には、米国土木学会により、歴史的土木建造物に指定された。ホースシューカーブを通過するアムトラック、ペンシルバニアン号、2013年ホースシューカーブの、 輸送量の最盛期は1940年代で、旅客列車が1日に50本、この他に多くの貨物や軍用の列車が通過していた。第二次世界大戦後、高速道路や航空機による移動の普及により、鉄道での旅客輸送需要は大幅に落ち込んだ。しかしホース州カーブは、ノーフォークサザン鉄道のピッツバーグ線の一部として今、なお多くの列車が通行しており、 2008年現在、毎日51本の定期貨物列車が通過している。これには普通列車や補助機関車の階層を含まず、これを含めると、さらに倍になりうる。長編成の列車では後部に、エンド SD40 からニーアエンド SD40 を、補助機関車として連結し、頂上方面へ登る、際の駆動力とふもとへ下る、際の制動力を補っている。定期旅客列車は、 ピッツバーグとニューヨークを結ぶアムトラックのペンシルバニアの毎日一往復のみが通っている。アルトゥーナの鉄道院記念博物館がカーブの下にあるビジターセンターを管理しており、毎年4月から10月まで開館する。6800平方フィートのセンターにはカーブに関する多くの歴史的な遺品や記念品、アルトゥーナからジョンズタウンにかけての地域の立体模型などが展示されている。 このカーブへは全長288フィートのケーブルカーか10階建てのビルに相当する194段の階段で通じている。ケーブルカーの線路は単線で中間地点で対向車両とすれ違う。この車両はペンシルバニア鉄道の客車に似せて塗装されている。機関車が展示されているほかかつて見張り用の小屋として使われていた建屋も公園にある。 ホースシューカーブは鉄道ファンに人気があり、時には同時に3本の列車がこのカーブを行く様子を観察できる。カーブの内側にある展望公園のパノラマ、左側に見張り引用の小屋、真ん中に7048号機関車、右にケーブルカーがある、2011年10月。ありがとうございます。